はい、どうも、ジャン・スミスと申します。今回はヒール・トゥ奏法でのダブルをきれいに踏むコツ3つを少し喋っていこうと思います。まあ、コツっていうか、これを意識するときれいに踏めるよね、っていうことを3つつらつらと紹介していこうと思います。今回ご紹介するヒール・トゥっていうのは、かかとで1発目踏んで、つま先で2発目を踏むっていうダブルです。いた、これね、1、2。この1をかかとで踏んでるんです。これがヒール・トゥ奏法でございます。まあ、ヒール・トゥ奏法でもう1個あるんですけども、このつま先で2発とも踏むやつね。あるんですけども、ダダって踏めるやつがあるんですが、これはちょっと除外。今回は普通のかかとを使った方のヒールと奏法のについて少し喋っていこうと思いますので、よければ最後までお付き合いください。では行きましょう。まず一つ目。まあ、一つ目に関してはちょっとコツというよりかはもうこれ大前提なんですけども、なるべくつま先を前の方に置いとくっていう話。うん。このフットボード、踏む場所の、踏む位置の一番前の方につま先を置いておく。これ大前提として覚えておいてください。うん。なんでかっていうと、かかとで、フットボードを踏みたいからなんですね。例えばつま先がこのフットボードの真ん中の方とかに置かれてしまうとかかとで踏めないんですよ。こう1あれ1ならねみたいなってなってしまうんですよ。うん、かかとがヒンジと呼ばれるこのペダルの部分に当たっちゃって、そもそもフットボードが踏めない、ビーターが動かない、バスラムが鳴らないっていう問題が発生してしまうのですよのですので、つま先を前の方に置いてやることで、そのかかとがちゃんとフットボードに当たるようにしてやる。これが大事になります。うん。まあ、ここで注意してほしいのが、つま先前の方にやりすぎて、その足の指が、このダイレクト、ダイレクトドライブ、チェーンドライブ、ベルトドライブ、まあ、要はこのドライブの部分に足の指が当たっちゃわないようにしてくださいねっていうこと。うん。これ気をつけてほしいところなんですよ。このドライブのところに足の指が当たっちゃうと、そもそもペダルの動きに支障が出かねないので、うん、なるべくそれは避けるようにして、なるべくギリギリ当たらへんところにつま先を置く。で、こう、1、2と踏む。っていうことを意識してほしいなと思います。で、まあ余談なんですけども、まあヒール・トゥ奏法を練習するならば、まずかかとだけで踏める必要があるので、うん、かかとだけでこの一発目を踏むときにはね、かかとだけで踏める必要があるんで、こう、これができるように練習するといいかなと思います。今これつま先使ってないんですよ。かかとだけ。まあここまで速くなくてもいいけど、うん、まあもうちょいゆっくりでもね。これができるように練習してみてほしいなと思います。これをやるときは別に最初は音量とかは別に気にしなくていいんで、速さとか。とりあえずかかとだけで踏めるようになるってことを意識して、まあそれを第一目標として練習してほしいなと思います。まあこれは余談でした。一つ目、なるべくつま先を前の方に置くというお話でした。では二つ目のコツ。足全体を上げるんじゃなくて、かかとのみを上げるという話。このドドって2発踏むとき、この、まあ、一発目を踏むときにはもちろん足を上げるんですが、ここで上げるのはかかとだけ。うん。足、太ももとから全体、太ももとの力を使って、こう、ぐいって上げる感じではないということを覚えておいてください。うん。これをしてしまうとね、単純に足の裏とフットボードが離れたりするし、単純に上げすぎやし、そうなってくると、上半身がブレるんですよ。重心、まあ、体幹がブレるので、うん。結果、足のフットワーク足のプレイにも悪影響を及ぼしてしまうので、なるべく、この、上げる幅は最小限に留めたいんですよね、足。まあ、これは、ヒール2以外でもそうなんですけども、ツーバスとかでもそうやったりするけども、うん。なるべくもう、かかとだけ、もう必要最低限だけ上げる。ってなったら、もう足の力とか、足の全体の力を使わずに、もう、かかとだけを上げるっていう感じになります。うん。で、かかとだけ上げて、かかとだけ上げて、あ、ミスった。って感じ。かかとだけ上げた時に、つま先にちょっと体重が乗る感じ。こう、この状態から、こう、ドン、ドドの時の、ドン。で、次、かかと上げた。このかかと上げた時に、もう、つま先に体重が乗ってる。これ、つま先に力入れてるんじゃなくて、単純にかかと上げた結果、つま先に体重が乗ってるってだけのお話ね。うん。ここはちょっと注意してほしいんですけども。で、かかとで一発目踏んだ。こう、ガッてね。この時だけつま先が離れる。うん。で、二発目、つま先を踏んで、また戻るって感じ。うん。つま先が離れるのはあくまでもかかとで踏んだ一発目の時だけです。それ以外でつま先が離れちゃうと上半身のブレとかに繋がってしまうので、単純にそれは足の上げすぎなので気をつけてほしいなと思います。で、足を上げすぎないためにも、上げるのはかかとのみ。足全体を持ち上げるのではないということを二つ目のコツとして覚えといてほしいなと思います。という感じでした。で、最後三つ目。足を前に押す意識で踏む。
うん、これが一番大事かもしれない、うん、踏む上では。あのさっきの1個目の時に喋ったあのかかとだけで踏む練習の時もそうなんですけども、これってね、あのなんていうかな、ペダルに対して上から真下に踏む意識でやると、あのちょっと難しいんですよこれ。上から下に踏むっていう意識ではこれあの踏めないんですよ。今ちょっとそれでやってるんですけど普通にあのつま先でペダルを踏む分にはそれでいいんですけども、上から下の意識でいっちゃいいんですけども、うん、かかとでやろうとするとどうしても上から下っていうのがなかなか難しいというか、うん、無理無理になってしまうんですよね、うん、でこれを解決するには足を前に押す意識、うん、前に押す感じ、まあ、厳密に言うとあのフットボードに対して垂直に力を入れてやるって感じなんですけどね、こう、うん、こう、だから上から足を真上から真下に落とすっていう意識やと、力の向きが今このスティックの向きこうなるんですよ。こうなるってことはちょっとあのフットボードに対して垂直じゃないから、ちょっと力が逃げちゃうんですよね、うん、逃げちゃうし適切に力が加わらないという問題が発生してしまいます。これを解決するために足をちょっと前に押す感じ、だからフットボードに対して垂直に力を入れてやるってことをするとビーダーが前に進む、うん、適切に力が加わってビーダーが前に進むっていうことが起こります、うん、だから、まあ、スティックだけでもこんぐらいできるっていう話適切に力を入れたらスティックだけでも今みたいなことはできるでこれをかかとでやってやるだけ、うん、うん、っていうことをするのが大事。もうこれが3つ目の一番大事なポイントかなと思います。でこれをもうダブルの時にもやる、うん、ちょっと前に押す感じ、うん、一発目だけね、うん、いや、まあ二発目もまあそうかな、まあ、二発目どっちかっていうと引く感じでも踏めるじゃ踏めるので、まあ二発目も前に押す感じかな、まあまあ引く感じはそれでとりあえずもう前に押したらいい、とりあえず前に押したらいいっていうのがヒールトゥー走法。足を前に押す感じでこうガッってね踏むように練習してほしいなと思います。でやればあのちゃんと音量も出ますし、あの適切に力が加わるんでね、あのちゃんと音量も出るので、まあ最初はその音量とか気にしなくていいので、とりあえず足をちょっと前に動かせるようにするっていうところからスタートしてみてほしいなと思います。音量とか後で勝手についてくるんで、あんまり気にしなくて大丈夫ですという感じですかね。まあ、今回3つさらーっとご紹介いたしましたけども、まあ、この3つを守っていただければ、まあ、綺麗に踏めるようになると思いますんで、こう、練習に励んでいただければなと思います。さらっとおさらい。1つ目、なるべくつま先を前の方に置いておく。2つ目、足全体を上げるんじゃなくて、かかとのみを上げる。3つ目、足を前に押す意識。まあ、これが今回ご紹介した3つでございましたという感じですね。まあ、こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信を行っておりますので、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたしますという感じでした。まあ、本日はそのところで以上、ジョン・スミスでした。